アレクサンドル・ドール・ファビチ・ゲイン・リフは、ウズベキスタン・タ主権シュ都ント・シュアングレン出身の、元サッカー選手。ポジションは FW、アレクサンダー・ゲイン・リフヒと表記されることもある。ドイツ系で、生はドイツ語で、ハイン・リフヒに由来する。前線でのキープ力を活かして、組み立てに参加することが多い。クラブ、代表ともにプレースキッカーを務めるなど、技術の高い選手である。 2001年、ドゥストリクタシュケントでキャリアを始めた。2002年、FC パフタコールタシュケントに移籍。23試合で9得点を挙げる活躍をし、18歳ながらにして、ウズベキスタン年間最優秀サッカー選手賞を獲得した。この活躍が認められて、2003年には、ロシアの PFC ジェスカ・モスクワに移籍を果たすモクスカ。 では2試合の出場に止まり、2005年に、パフタコールに復帰。2011年、韓国のスイバラサムスンブルーウィングスに移籍した。韓国でのデビュー戦となった FC ソウルとの、ダービーマッチでは1得点を決めた。2012年6月14日、ウズベキスタン代表で同僚のティムル・カパーゼと共に、カザフスタンの FC、アクトベに移籍をした。2002年5月14日、 スロバキア代表との親善試合で、ウズベキスタン代表デビューを果たした。同年9月7日の JFL 選抜との親善試合では、決勝ゴールを決めた。AFC アジアカップ2011ではウズベキスタン、最高位となる4人進出に貢献した。アレクサンドルゲインリフダッシュ n a t i o n a l ダッシュ f o o t b a l l ダッシュ t e a m s ドットコム ありがとうございます。